はい、というわけで今日はこちらのスプラシューターを、水入れて打ってみたいと思います。水を入れました。持った感じだいぶ重心がこうなります。水がこうなる、重たいので。では、これで重たい2、3、4、5、6、7、8、9、10、結構硬くなりました。よし、あれ D、嘘やん、マジで。トリガーがなんかあかんねんな。うわ、まだこんな状態や。おー、これだ。嘘。瞬間接着剤で止まってるみたい。下に回してパキってなるよな。これ、あ、わかった。わかりました。わかりました。ですね、このトリガーは中のチューブをこのようにしてホースをホースを挟んでるんですね。これね、挟む。開放、挟む、ホースをギュッギュッ、ここで言うとギュッギュッになるところが、開けてもずっと使ってなかったので、ずっとこのまんまになってるので水が通らなかったっていうのが原因です。なるへそな。これあれですね、ちょっとこうトリガーずっとこのような状態で固定させて、水、このチューブがこうだんだん開いていくようにせんとダメやな。というわけでこうしとかなあか。インシュロックどこやったっけ。よっこいしょと。はい、いやーマジか。というわけで、はい、これで、トリガーずっと開けてるので様子見たいと思います。ちょっと分かりにくいんですけど、こうなんです。ここがぺったんこ、ずっとトリガーが押さえ続けた結果、何年やろう、1年経ってないけど、だいぶ1回も使ってなかったもんな。はい、と。というわけで、ようやくここのチューブがですね、だいぶ開いてきまして、こんな感じで、流れることが、とりあえずはできました。原因は分かったので、とりあえず、組み立てていこうと思います。装着と。はい、というわけで、できました。それで原因はこのチューブが、このように、じゃあこ
このようにつままれてる状態から復帰できないっていうのが原因でした。治りました。はい、いけるわ。はい、これで打ってみたいと思います。うわ、めっちゃ飛ぶ。てか、めっちゃ飛ぶな。めっちゃ飛びますよ。10メーター以上は飛んでるな。もう水がなくなってきた。うわ、水がなくなってきた。いやー、すごい。